こんにちは、カズです。今日はロサンゼルス空港 LAX からのスタートです。これからデルタ航空のビジネスクラスに乗ってミネアポリスに行きます。で、後ろには JAL が来てます。皆さん、ご無沙汰しております。お元気だったでしょうか。この動画を撮影したのは2021年夏で、動画編集に時間がかかりすぎてしまってアップロードするタイミングを逃してしまいました。これからデルタが使っているターミナル2に行くんですけれども、一応デルタラウンジがあります。私ビジネスアメックスのビジネスクレジットカードがあるので、これでデルタのラウンジに入れるはずなので行ってみようかと思ってます。2022年の今はアメリカの空港と機内ではマスクをしなくてもいいルールになったので、マスクをしている人がごくごくわずかとなりました。アメリカ人ってマスク嫌いな人が多いけど、2021年当時はみんなマスクをしていましたよね。貴重な映像になるかもしれないので、2021年の動画も徐々に公開していこうと思っていますので、よろしくお願いいたします。国際線ターミナルの方からデルタのあるターミナル2に中から行けると思ったんですけども、行けなくなって、結局セキュリティを出てターミナル2まで歩いて行きました。ラウンジの食事はスタッフにお願いして取り分けてもらうスタイルでした。今考えるとだいぶ制限されてましたね。その当時はラウンジが空いていて食事ができるだけで嬉しかったことを覚えています。祝日でもない普通の週末だったけど、当時にしてはロスの空港はたくさん人がいるんだなぁと感じました。ちなみになぜロスにいるかというと、山本さんがアメリカにワクチン接種旅行で来ていて、一緒に飛行機に乗ろうというコラボ動画を作ろうと思って来たんです。懐かしいです。まだ見てない方はぜひ山本さんの動画もチェックしてみてください。今回乗る機材は757でかなり古いんですけれども、機内に入って左折すると国内線ファーストクラスキャビンがあります。国内線で乗って左側のキャビンに行くこと自体少ないので、ちょっと特別感があります。デルタなので、どの機材でも IFE モニターが搭載されています。映画の種類も比較的多めです。デルタに乗れば毎回モニターがあって最新映画が見れるので、機内で退屈することはありません。足元スペースもたっぷりで、シート周りは比較的綺麗でした。日本だと各フライトごとに清掃されますが、アメリカは綺麗にしてるんですよとは宣伝してるんですけども、実際に乗ってみたらゴミだらけということがよくあります。当時は綺麗にすることがコロナ対策の一つだったので、機内が綺麗でした。これだけはコロナで改善された点ですね。アメリカの空港って日本みたいにスカイデッキみたいな場所がなかなかないんですが、もしスカイデッキが LAX にあったら最高に楽しいだろうなと思います。米系はもちろん、アジア系、ヨーロッパ系エアラインがたくさん離発着しています。ロスがあるカリフォルニア州から東に飛ぶときは砂漠地帯を通ります。いかにもアメリカという感じの景色でとても好きです。この景色を見るとアメリカって広いんだなーって思います。2021年に何度かアメリカ国内の飛行機を乗りましたが、できるだけクルーと客の接触を避けるため、サービスはできるだけ短時間でされるようになりました。ドリンクメニューは一時的に種類を少なくしたり、アルコールを提供していなかったり。2022年の今はドリンクサービスもほぼコロナ前に戻っています。スパークリングワインをオーダーしてみました。ビジネスクラスといったらやっぱりスパークリングワインを飲みたくなります。スナックボックスには意外にいろんなおやつが入っていました。ビーフジャーキーとか、ナッツのバーとか、あとグミ、クラッカー、オレオ、でポテトチップス、遠足に行った気分になりますね。
クラッカーにチーズをつけて食べてみたら美味しかったです。一番美味しいお菓子って一番入ってる量少ないんですよね。不思議ですよね。デルタ757のコックピットの後ろのトイレに来てみました。こんな感じです。機内なんですけれども、めちゃくちゃ寒いです。もう冷蔵庫にいるぐらい手足が冷たくてどうしようもないです。すごい寒い。コロナが始まってからできるだけ接触を防ぐためにサービスを早く終わらせて席に戻るクルーが多く見かけるようになりました。途中水ボトルを持っていて通路を1回2回歩いて機内サービスは終了です。あっけないサービスです。このあっけないサービスがアメリカの特徴でもあります。あっという間にロスからミネアポリスまでの3時間半のフライトが終了です。それでは皆さん、また次のフライトでお会いしましょう。